あの、インナーマッスルってより、その中でこうグッとときに、この足でもグーっていうのは繋げてるからね。その足上げて、ポンってやると、かかとポンつくんで、パッとめくれてしまうんで、そこを気をつけなきゃいけないっていうわけ、はいはい、で。そういう面では、そこが見えるかな。おー、素晴らしいです。うん、で、崩せっていうのってのもインサイドずっとだけどね。いや、そんなに言ってる感じ。あ、そういうことか。そうですよ。せっかくで調子いいんですから、岡田監督あたりが見て。